メメントモリーヌもスイコロマーのメメントモリはラテン語で自分が必ず死ぬを忘れるな、死を忘れることなかれという意味の稽古。芸術作品のモチーフとして広く使われる。古代ローマでは将軍が凱旋のパレードを行った際に使われたと伝えられる。将軍の後ろに立つ使用人は将軍は今日絶頂にあるが、 明日はそうであるかわからないということを思い起こさせる役目を担当していた。そこで使用人はメメントモリということによってそれを思い起こさせていた。ただし古代ではあまり広くは使われなかった。当時メメントモリの趣旨はカルペディエムということで食べ、飲め、そして陽気になろう。我々は明日死ぬからというアドバイスであった。 ホラティウスの死には、んンクエビベンダム、んンクペデリベロプルサンダテラスとある。この言葉は、その後のキリスト教世界で違った意味を持つようになった。天国、地獄、魂の救済が重要視されることにより、死が意識の前面に出てきたためである。キリスト教的な芸術作品において、メメントモリはほとんどこの文脈で使用されることになる。キリスト教の文脈では、 メメントモリは、ウンクエビベンダムとは反対の、かなり特化された意味合いで使われるようになった。キリスト教徒にとっては、死への思いは、現世での楽しみ、贅沢、手柄が空虚で虚しいものであることを強調するもので、あり、来世に思いを馳せる誘因となった。ミハイル・ボルゲムと、死の武四1493年、版画、ありがとうございます。